安倍晋三です。五輪勲章をいただいたので、安倍晋三、男爵と呼んでくださいね。広島選挙で乱れ飛んだ1億5000万円が話題になってます。1.5 億円の悪い金を決めたのは安倍晋三です。自民党の横溝は僕ちゃんの悪口を言ったんです。それで横溝を落選させようと、河合案里ちゃんを推し、選挙資金はいくらでも使っていいよって、1.5 億円もあれば横溝を確実に落選させられるというわけなんです。不正資金がどのように使われたのか YouTube があるので見てくださいね。河合さん、水戸代議士を倒すための1億5000万だ。汚い金だから買収などで使ってね。安倍首相、相当に汚い金ですね。汚いことは任せて、この汚い金をテーブルの上に白い封筒を置きますよ。汚い金だと知りながらそっとそのままに、やばいので収支報告書に記載しました。河合さん、水戸代議士を倒すための1億5000万だ。汚い金だから買収などで使ってね。安倍首相、相当に汚い金ですね。汚いことは任せて、この汚い金をテーブルの上に白い封筒を置きますよ。汚い金だと知りながらそっとそのままに、やばいので収支報告書に記載しました。河合さん、水戸代議士を倒すための1億5000万だ。汚い金だから買収などで使ってね。安倍首相、相当に汚い金ですね。汚いことは任せて、この汚い金をテーブルの上に白い封筒を置きますよ。汚い金だと知りながらそっとそのままに、やばいので収支報告書に記載しました。